じゃあ始めまっか。昨日は、爆弾じゃなくて、それで闇の神殿終わって、魔力取りに来て、魔力終わっ、取った後、ってことで。で、魔力取ったら、ここ出て、で、メネット取りに、迷いの森へ行きます。録画しました。今回は大丈夫多分。はい、録画してます。で、こっからジャンプで飛び降りて、フイッチで、ゴロンシティ。ちょっと待って迷い入力はちょっと長くなるから、誰か URL 貼ってください。やり直します、ここ。おお。どっちもある方がやっぱ分かりやすいかなって。ありがとうございます。で、ここで、パート3できた場合は、大妖精様にハート3までマックスまで回復してもらえるんで、パート3で、ここで迷いの森行きます。で、ここでハート1個分ダメージ。で、こっから飛び降りて、バック走でゴロンシティ。で、ここ入って、まっすぐ倒して、落下ダメージで。あれ？ちょ、間違えた。ごめん。やり直すわ。やり直す。ゴロンシティ入って、ふみさんかどうも。ここからまっすぐ飛び降りて、で、ここでスティック離して、落下ダメージを1もらって、ハート半分もらって、で、爆弾の爆風食らって、それでハートが半分になる。で、これでメネットを取りに行くんですけど、こいつ邪魔だから、慎重さで、どこだっけ。慎重さで超えていきます。もう一回、どこ合わせるかっていうと、この向こうに黒い壁、壁に黒いシミあるじゃないですか。これこの黒いシミ、この黒いシミの下と、フックショットの一番上をぴったり合わせる感じで合わせて、で、あとは Z をして、バック中を連打してるだけで、こうやって抜けられます。簡単。こんな感じで。そんなにシビアじゃないから、パッと合わせて。そしたら、迷いの森へ。で、ここでグラウンドジャンプっていうバグ技やります。まず爆弾出して、剣を持った状態で、R ボタンを押したまんま A と Z を同時押し。で、これ。で、グラウンドジャンプの待機状態になってます。グラウンドジャンプって何かというと、こうやってその場でジャンプするみたいな、そんな感じですね。これを使うと、そこの段、壁を登っちゃうことができるから、迷路をスキップできます。で、このグラウンドジャンプ待機中だと、ここで普通ナビがいるんですけど、ナビの会話もスキップすることができて、で、登れると。
で、ここ登ったら、あいつの攻撃を避けていく。が、歩いて。避けて、あいつの後ろまで行って、で、ここでメネットのムービーを、子守唄のムービースキップと同じようにスキップするんですけど、死亡と、ムービー再生と死亡を同時に起こして、ここでちょっとしたセットアップ。まずこの横の壁に注目して、入り口方向を向いて、ちゃんと向けるように、シールドターンとか ESS で、あと入り口方向を向いて、で、こいつのお尻にぶつかるように横っ飛びする。こいつのお尻にぶつかるように。これで後ろにこう押してもらって立ち位置調整になる。ぶつかって壁まで行ったらもう一回横っ飛び。で、こっからポーズボタンを押して、スタートボタンか。で、スタートボタン解除して、操作開始までのラグの間に、爆弾のボタンを押して スティックを下に倒す。で、これすると、で、ずっとやってる。ずっとこうやって、ムービーに入りながら死ぬことができます。で、これすると、メネット持ったまんま、メネット手に入れることができます。で、ここで、セーブして、ゲームを続けない。で、これでメネットはもう入手してるから、後で来ます。森の神殿で弓は取んなきゃいけないんですけど、まあ、それは後回し。で、こっから魂の神殿行きまーす。で、こっからスーパースライドっていうテクニックやります。知ってる人はいっぱいいると思うけど。あそこの塔でいいかな?ちょっと、一回やってみます。あー、ちょっと間違ってたかも。普段ヘッソでやってるから、角度が違う。端っこくらいかな。もう一回やってみます。ここでスーパースライドして、そうだね、録画してるんで後でアップロードします。ESS ってこんな遅かったっけ?で、こんな感じで、スーパースライドからの ESS で、ゲルドの谷まで来るんですけど、一回帰ろう。スーパースライドの解説するんで。スーパースライドっていうのは、メガサイドホップってやったじゃないですか。爆弾に突っ込んで、アタックの無敵時間中に横っ飛びを出すことで、こうやって後ろに勢いよく横っ飛びするやつ。これと理屈が似てて、アタックの無敵時間中にこれはグラウンドジャンプを発生させてるんですね。さっきの、これ。アタックの無敵時間中にグラウンドジャンプを発動させると、待って。かっこいい、らっしゃい。アタックの無敵時間中にグラウンドジャンプを発動させると、こうやってグラウンドジャンプの待機状態のまんま後ろに滑っていくという。これじゃ分かりづらいから、もうちょっと分かりやすくします。ネイルの愛はアタックの無敵時間と判定が同じなんで、こうやってネイルの愛してあげて、
で、この状態はリンクが無敵時間ずっと無敵時間あるみたいな感じになってて、で、この状態でさっきのように縦構えて A ボタンを押して Z を押す。で、グラウンドジャンプ待機状態するとこうやって滑り出す。無敵時間中にグラウンドジャンプを発動させたからこうやって滑り出したってことですね。普段置いてグラウンドジャンプで無敵時間中スーパースライド、こっち来ちゃった。大丈夫かな。わかるかなこれで。別にスーパースライドっていうのは無敵時間中にグランドジャンプを待機状態にすることで起こすことができます。早くネイル切れないかな。だからこれをバックダン、アタックの無敵時間でやるわけですね。爆弾置いて、爆弾置いて、で、爆弾の爆風を食らってグランドジャンプを起こす。待って、解説がまためちゃくちゃになっている。何から説明しようかな。まずグランドジャンプについてもうちょっと詳しく説明するか。グランドジャンプっていうのは、つかみ待機状態の時に、ダメージでか、キャンセルされると起こるんですよ。つかみが保存された状態になってすると、なんかバック中の後キャンセルが起こって垂直ジャンプするみたいな。うーん。普通物を A ボタンで押すと持ち上げるんですけど、縦をかませるとこうやってつかめなくなって変な状態になるんですよね。この変な状態になってる時に爆風を食らうと、爆風を縦でガードするとグラウンドジャンプが起こる。これをさらにアタック、無敵時間中にこれを起こすと、無理無理これは。無敵時間中にこれを起こすと、スーパースライドが起こる。これでいいかな、説明。原理はそんな感じなんですけど、まあ、何をしてるかっていうと、無敵時間中にグランドジャンプを起こしてるよってだけですね。あ、タイミングが違う。はい、こんにちは。アタックの無敵時間中に爆弾に突っ込んで、爆風をグラウンドジャンプで受けて、で、スーパースライド。まあ、原理は置いといて、スーパースライドのやり方は、簡単なやり方は、爆弾をまず置いて、右に横飛びして、で、もう一回爆弾置いて、バック中して、で、Z 一回離してから Z をもう一回入れ直して、で、アタック。ちょっと待って。爆発、まず邪魔だな。まず爆弾置いた。爆弾置きました。で、もう一回爆弾置きました。で、バック中。Z 一回離してから Z 入れ直して、A ボタンでアタック。で、爆弾の爆発に合わせてアタックして、R ボタン A 連打。こんな感じで、こんな感じで、こう、こう、あ、ミスった。待ってね。こんな感じで。爆弾置いて、爆弾置いて、バック中、アタック、爆発に合わせてアタック。あ、ちょっと待って。うまくできないな。こんな感じで、わかったかな。わかったかな、これで。
なんで爆弾2個でやってるかっていうと、爆弾1個でもできるんですけど、爆弾1個だと爆発した後に、なんだろう、爆発するものと掴むものが同じだから、ちょっと猶予が減っちゃうっていうか、ドロモドロ。だから爆弾2個出して、爆発用の爆弾と掴む用の爆弾って役割を分けてるんですよね。1個だと、だって、掴んだ後に爆風がすぐ、その掴んだ対象から出るから、爆風をガードしたりして、失敗しやすいから、爆弾2個置いて、役割を分けて、やりやすくしてるって感じですね。OIM っていうのは、アイテムマニピュレーションって言って、メモリをいじったりしてアイテムを不正に入手する、違う、不正に入手することを禁止してるって意味ですね。NoIM は。No Item Manipulation。メモリをいじってアイテムを不正に入手することを禁止。で、ここまで分かったら、あそこの、建物の影の右端に適当に向き合わせて、爆弾置いて、スーパースライド。で、ここからエクステンデッドスーパースライドに移行をします。スーパースライドから派生させます。滑ってる間に Z を離して、スティックを ESS ポジションに倒す。昨日言ったリンクがその場で回転するスティックの角度だね。に倒して、で、そろそろ転合いだなって思ったら、R ボタンを離す。で、すぐ Z を入れ直す。するとこうやって後ろに滑りながら足くねくねやるんで、Z ボタン一瞬離すことで向きが調整できます。いいのかなこれで。反応がなくてちょっとよくわかんないけど。ついてこれてますか？スーパースライド。早かった、タイミングが。アタックするタイミングは爆弾の爆発に、爆発を目安にすると分かりやすい。Z 離して ESS ポジションに倒す。で、そろそろこらえだなと思ったら、R ボタン離して Z 入れ直す。で、Z ボタン離して向きを調整しながら ESS で、ゲルドの谷の入り口に行く。難しくてわかんない。すいませんでした。何から説明したいのかね、やっぱり、わかんないよね。で、うまくなればこうやって2個縦に置いて、スーパースライドすることもできるけど、慣れないうちは、こうやって横っ飛びで置いた方がわかりやすいかな。タイミングも取りやすいし。バックソーでやるのは、こうやって2個置いて爆弾からもちょうどいい距離を取るっていうのが結構難しいから、バック中アタックだけで距離まで調整できる横置きの方が最初はいいです。富さんかどうも。はい、じゃあもうゲルの谷行っちゃいます。スーパースライドについてなんかここ分かんなかったとか質問あったら言ってください。いつでもいいんで。スーパースライド Z 離して、 R 離すとスーパースライド止まっちゃうから R は離さない。そして1個 ESS に倒す。
晩飯は食べてないです。ゲルドの砦に来ました。砦じゃない、谷だ。ゲルドの谷に来ました。たらまあ橋がかかってないわけですよ。橋かかってないからどうやって来れるのかって言ったら、闇の神殿であったメガサイドホップに、ホバーブーツにメガサイドホップの勢いを乗せるやつをここでもやります。どこまで話しましたこれ。どこまで話したかな。はい、ただいまー。ということで、どこまで話したかなこれ。どこで切れました。渡るとこも最初からか。じゃあ最初からやります。まずゲルドの谷、まあ、当然谷、橋がかかってないじゃないですか。だからここどうやって越えるかっていうと、闇の神殿のあのボス部屋前の谷を渡った時のように、ホバーブーツにメガサイドホップの勢いを乗せて渡っていきます。大体この坂の手前あたりからメガサイドホップを出したいので、爆弾をこのあたりに置いて、で、爆弾を捕まないぐらいの距離を、捕まないぐらいに距離を取って、この辺りぐらい。で、爆発に合わせてアタックして横っ飛び。横っ飛びするときは R ボタンを押して盾を構える。こんな感じで。爆弾の爆発のタイミングの数え方は、自分の数え方をちょっと口で言ってみます。1、2、1、2、1、2、3、4、5。5で爆発。から、1、2、1、2、1、2、3、4、5、5、ポン。あ、ちょっと A ボタン遅かった。1、2、1、2、1、2、3、4、5、5、5。って感じで。爆弾の点滅はなんか安定しないというか、最初の点滅がなんかおかしな感じなんで、1、2、1、2、1回目の速くなったあたりから数え始めてもいいかな。1、2、1、2、3、4、5って1、2、1、2、1、2、3、4、51、2、1、2、1、2、3、4、5。この数え方やれば爆弾使うバグ技はだいたいいい感じにできるようになると思う。ボム中はもっと数えやすくて、1、2、3、4、1、2、3、4、5。1、2、3、4、1、2、3、4、5。メガ振りは失敗したけど、まあこんな感じで数えればいいと思う。だから爆弾をこの辺りに置いて、で爆弾の点滅数えて1、2、1、2、3、4、5でオーバーブーツ履いて、でスティックを下に倒して、で渡る。こんな感じ。メガサイドホップさえ出てれば大体渡れるから。さすがにメガサイドホップ開始の位置が悪すぎるとできないけど、一個手前に引いている限りは大丈夫かな。逆にあんまり後ろすぎると今度は着地できなくてってことになるのかな。やってみようかな。さすがにこんな場所からやる人はいないだろうけど。割と気にしなくても良さそうだな。
とりあえず坂の上あたりからメガサイドホップを出すことを意識したらいいかなと思います。こんな感じ で爆弾を掴まずに爆弾にの爆風にアタックで突っ込める距離はまあ練習して覚えてほしいですね。こればっかりは。苦手だったらこういう風にフォアブーツ履いてスーパースライドでもいいですけど、まあしなくても爆弾をあんまり多く使いたくないんで、できればメガサイドホップの方がいいかな。ここからいろいろ使うんで補充するポイントもないしで、というわけであんまり爆弾との距離、作るのが難しいなって思ったらバック中して坂の上からバック中してアタック入れて後ろ向いて爆弾出してアタックしてバック中してで合わせてもいいかな。坂の上からバック中アタック後ろ向いて爆弾を置いてアタックバック中してこんな感じで、そこまでしなくてもいいような気もするけど、そしたら、ゲルドの砦で朝にしよう。で朝にしたら朝にはしなくてもいいけど、まあ朝にした方が見やすいから朝にしただけです。でそこで見つかりに行く。あ、いらっしゃい。で見つかったらまず木の板に引っ掛けて脱出しようして、でここで右の壁に注目してそういうと敵、立ち位置を調整して、でこの上の木の板の後ろ向いて、で上の木の板の左端を狙うようにフックショットを打つと、だって上にすり抜けることができます。まず木の板にフックかけて、で右の壁に注目して足場の端っこにちょいと合わせて、で木の板の左端にかける。で壁抜け、でこの壁抜けたら柵に Z 注目入れて右横跳び右サイドロールで縦突きとかで一回離れて、でこの、右のなんて言ったらいいんだこれこれに突っ込んでいくと前入力で突っ込んでいくとこうやってジャンプするんで上に乗っかって、でここからですねフォアブーツ履いてちょっと見ててもらえますか。とりあえずあーっと失敗した。これ自分あんまり得意じゃないからという言い訳をさせていただきます。右端に立って後ろ向いてちょっと右端に左端にかける。で柵に注目右横跳び縦突きで壁から離れて前入力で乗っかって、こんな感じで折れるんですけど、でこうやってここまで来たら
場外通って砂漠まで来れます。はい、いらっしゃい。じゃあさっきの横飛びジャンプ切りの解説します。ここは結構忙しいからな、入力が。逆に注目、横飛びサイドロール縦突きで離れて Z 注目入れたまんま前入力で乗っかる。前入力じゃなくても乗っかれるけど、前入力の方がいい、ね、で、ここまずこの足場の上でできるだけ勢いを出してから左にそれて、左にそれてアタック入れて、アタック入れた後にここの壁に Z 注目を入れて横飛びをする。横飛びをしたらあとはタイミングよくジャンプ切りをしてそこに乗ろうって感じですね。ここは本当に難しいから、がダメ。いかに勢いを殺さないかが大事ですね。こんな感じで。柵の上で手をゆつけて、うん、感覚的なところがあるからな、これは。まあ、大事なのは本当に勢いを殺さないことかな。自分はちょっと柵から一回こっち側に戻って勢いをつけてからやってるけど、やってない人の方が多いね、これは。大事なのは、この足場から離れた後にアタック入れて、この足場から離れてアタックして壁に注目して横飛びするところが一番大事だな。戻る時の方はふわすん戻る時のふわ好きだわ。あ、そういうことか。アタックして振り向いて横飛びをするところが一番大事だね。横飛びが遅れると勢いが消えちゃうから届かなくなっちゃう。だからアタックの終わり際のタイミングを覚えてすぐ横向いてこうやって横飛びができるようにないとちょっと難しいところかな。こうやってアタック横飛び、何もないところでアタック横飛びを練習した方がいいかもしれない。アタックすぐ横向いて横飛び、アタック横向いて横飛び、アタック横向いて横飛び、アタックの終わり際には勝手に横向くようになってるんで、違うな。アタックの終わり際に左右にスティック入力してたらこうやって横向くようになってるんで、そのタイミングで Z 入れて、 Z 入れて、でスティックを反対に倒して横飛びみたいな感じで。早かった。これを練習しましょう。
勢いつけてアタックして横向いて横飛び。今のはなかなか危うかったけど、できればもうちょっと壁にくっついた状態でできた方がいいな。このジャンプ切りのタイミングも慣れないとちょっと難しいかな。だいたいどのあたりに行けば乗れるのかっていうのを覚えとかないと調整が効かないかもしれない。でここに乗っかったらこの裏の方にアタックして適当に行ったらこうやって越えられます。でここからちょっとなんだ派生というかリカバリの方法、たまにあそこの足場に乗れてもちゃんと乗れない時があってそれをお見せしたいんですけど、こんな感じで上入力しても進んでいけない、変なとこに引っかかっちゃったときは、こう坂の上の方を、なんて言ったらいいんだろうな、こっち方向に壁注目できるんで、壁に注目した状態で、上に入力してアタック入れて横飛びしてジャンプ切りをする。左に横飛び。アタック、左横飛び、ジャンプ切り。するとこうやって、あと歩ける足場に復帰できます。なんかたまに引っかかっちゃったらこれ思い出してください。ああこんな感じで、あーっとこんな感じで、こんな感じで、他にもこの坂の一番上まで登ってぐるって回ってくる方法もありますけど、ちょっと怖いかなこれは。あんまりやりたくないこれは自分は。じゃあもうここはいいかな。ただ砂漠越え、当然メガネは持ってないからルートは覚えないといけない。まずこう最初はあそこの真ん中の箱あたりに注目して、あ箱を真ん中画面の真ん中に置いてバック走して適当に渡ったらオーバーブーツ脱いで、このあたりは旗に目印に普通に行けばいいから、旗見失っちゃったら回転切りすれば辺りが一瞬暗くなって旗も見やすくなるんで、見えなくなったら回転切りって覚えとけば大丈夫です。どこ？こっちか。で、中間ポイントに着きました。ここからが問題だね。誠の眼鏡なんて持ってないから、地形を覚えていかないといけない。まず、この正面から見て左の壁に注目します。で、ここから横飛び連打。で、下り坂。上り坂になったら横飛びやめる。上り坂になりました。ここからバック走。で、バック走して下り坂、上り坂になったらやめる。やめる。で、止まって、左上の方に進みます。こんな感じで。で、ここの山の頂点を目指して、頂点の左側を目指していきます。で、坂登り終わってちょっと平坦になったらストップ。若干線になってるの分かりますかね。この頂点から
下っていくように線になってるのがこう分かりづらいんですけど、ここが頂点。あれどこ、こう面が2つくっついてる感じになってるんですよ。ちょっと離れた方がいいか。迷子迷子、一旦帰ろう。この壁注目して横飛び連打で下り坂上り坂になったら横飛びやめる。でバックスをして下り坂上り坂になったらやめて後ろ向いて、で左上の方に登っていく。でここが頂点。頂点より向こうに行くと、迷う判定に入るんで注意。で、この頂点からこう なんて言うんだおかしいな説明が。いいかな、登っていきました。ここに頂点が見えます。でここが、線になってるんですよ。この線を一旦越えて、で、ここでストップ。ここにもう一個線あるけど、この先越えると迷い判定になっちゃうから注意して、この線に平行になるようにリンクを向けて、こっからまっすぐ進んでいく。マップ消えちゃった。で、しばらくまっすぐ進んでいって、右にくぼみが見えますけど、このくぼみを越えたあたりで右向いてまっすぐゴールへ進めば来ました。わかりづらいかな。左側の壁に注目して下り坂で上り坂登ってバックスを、でここで下り坂上り坂になったら止まって、今この山の右側の面にいるんですけど、ここから左側の面に行く。こんな感じで左側の面に来たら頂点に向かいながら、ここからさらにもう一つ左側の面に行く。で、そしたら頂点から、もう一つ左側の面をつないでる線、線と平行になるようにまっすぐ歩いていく。で、この線より右に行くと迷う判定に突っ込んでいくから注意して、で、右に見えるくぼみを越えたあたりで、右に迂回して、で、ゴール。こんな感じでいけば迷うことはない。判定さえ覚えてればこうやって逆走もできます。あやまっちゃった。
はい。じゃあおさらい。左に横飛び、下り坂、上り坂、バック走、下り坂、上り坂、で、ストップ。で、右の面から左の面に上りながら渡っていって、で、頂点の左で、左に行って、で、もう一個左の面に渡って、で、もう一個左の面をつないでいる線と平行になるようにリンクを向けて、まっすぐ下っていく。で、下ってったら右にくぼみが見えるんで、くぼみを越えるあたりまでまっすぐ進んで、越えたら右に迂回してゴール。こんだけだね。じゃあもう終わりです。全然わかんなかったんだけどってことあったら、本当すぐ質問してください。で、こっから、魂の神殿攻略だね。で、この辺は、いいか、スーパースライドする方法もあるけど、バック走で。どうしよっかな。まず一旦上入っとこうかな。まあいいや。で、これ、あそこにあるミラーシールドまで直接ホバーしていく方法があるんで、それを解説していきます。まず、ディーバでも、グエーでも何でもいいんで、断層剣を出す。ホバーっていうのは、井戸で解説したと思うんですけど、もう一回やるか。断層剣の状態で、空中で攻撃をガードすると、特に空中にとどまることができる。これがホバーですね。だから、ボムチを使って自分で爆風を起こしてそれをガードすると、どんどん上へ行くことができる。だからこれを使って、ホバーブーツのとこまで行くわけなんですけど、まあ、残像剣リーバかグエーで出して、まあ、ナビでもいいけど、とりあえず何かしらで残像剣を得て、で、グエーが来るまで待機。で、グエーを殺しちゃって、で、ここの階段のすぐ横の壁に注目して、で、ここで爆弾をシールドドロップ。シールドドロップして、で、右に横飛びして、で、こっから、一回 Z 離して入れ直す。で、アタックして、あ、ちょっと早かった。爆弾の爆発に合わせて、バック中。1、2、1、2、2、3。で、これで、ホバーを変え、こっからホバーします。まず、ホバーブーツ履いて、で、ボム中を出して、この状態で、R、A の10番で入力します。まずボム中を落としてすぐバック中するイメージですね。こんな感じで。R は同乗してもいいけど、もし A が早くなっちゃう、A を早く押すと、こうやって、この場に置いちゃうから、この場に置いて爆発しちゃうから、できれば RA の順番に入力するように意識しておいた方がいいね。グエーを倒して、グエーは結構邪魔してくるんで、始める前に絶対に倒す。で、左の壁に注目して爆弾を置いてアタックして、爆風に合わせてバック中。ここ爆弾が見えなくなるから、自分なりのタイミングの取り方は作っておいた方がいいね。自分はどうやってるかな。爆弾を置いて1、2、1、2、ドンドンドンみたいな。爆弾を置いて、1、2、1、2、トントントン。
ちょっともたると終わるけど。1、2、ドン、ドン。あ、失敗した。こんな感じで。1、2、1、2、ドン、ドン、ドン。まあ、常に爆弾の点滅をこう頭の中で数えとくみたいな。自分は口で刻んでるけど、とりあえず爆弾出したらもう数え続ける。1、2、1、2、1、2、3、4、5。1、2、1、2、1、2、3、4、5。で、ホバーブーツ履いて、ボム中で、1、2、3、待って。ここからボム中で、まず手前に5回ホバーするんですけど、ここでちょっと特殊なことをして、空中でボム中を注目するんですよね。待ってね。普通にホバーしてると、で、Z 注目が入ったまんまになって、方向転換ができなくなるんですけど、ボム中から一瞬だけ出る。あ、ちょっと失敗した。地上でやった方がいいか。緑の注目マーク。空中でこの注目マークを注目すると、こうやって Z 注目が外れて、ここで特殊な入力をするとこうやって振り向けるようになるんです。特殊な入力ってのは、邪魔だな、あいつ。ボム中を注目して、Z 注目を離す、外す。外して、特殊な入力っていうのは、スティックを斜めに倒して、リンクが横歩きにならないぐらい斜めに倒して、で、この状態で一旦スティックを離す。で、離して、リンクが正面を向こうと、この足をくねくねさせながら、戻っている最中に向きたい方向にスティックを倒す。ちょっとこうやって、振り向くことができます。これを、5回ボム中ホバーした後にやらないといけない。やってみますか。グエーを倒して、で、1回目のホバー。で、こっからホバーブーツを履いて、ボム中を注目して、5回ホバー。5回やったら、後ろを向く。後ろ向いたら、こっから、5回ホバーってボム中の数足んないよね、多分。とりあえずホバーの回数だけ、まず5回ホバー、5回ホバーして、でここから4回ホバー。本当はやっぱ爆弾でやんないといけないんだけど、とりあえずホバーだけ。ホバーしたら、ここでバック中して、バック中するとここに登れて、ここからいろいろやって、で登ってって、そこにふっかけて登ります。まあ流れを説明すると、ここから順を追って説明します。
ちの方行こう。まずボム中の注目の仕方だね。ボム中の注目は1フレームしか猶予がないから、まずホバーして、これはバッファ推奨かな。ノーバッファでやるのはボム中の数が少ないから結構プレッシャーがかかるから、まずポーズボタンを押して、で R と A 同時押ししてポーズを進める。あっと失敗した。オーバーブーツ履いて、ボム中出してスティックを下に倒して、で R と A ボタンを押し同時押ししてポーズフレームを進める。でボム中が地面について、あれちょっと待ってね。ボム中を地面に置いて、緑の光が出たらそのフレームで構造を閉じて、ポーズを閉じて、ゲームが動くまでの間に Z を入れる。ちょっとこうやって注目ができる。5回目じゃなくていい。5回ホバーする字のいずれかでやればいい。でボム中の数なんだけど、ちょっと待ってね、数えるから。10でしょ、9 8 8 8 8 7 6 5個、5個か。このルートで来れてたら5個残りがあるから、5個、この5個で、5個のうち1回できればいいから。あまりこが止まったな。なんか、今日非常に調子が悪いな、いろいろと。あまりこが復活しない。待って。はい、5回のうちのどれかで注目できればいいから、で2345って感じで。空中では注目が外れてても、バック、下 A さえ入力すればバック中が出るから、どのタイミングで注目しても大丈夫。で、こっから5回ホバー。緑、ボム中の緑が出たフレームで Z を入れる。ここだね、ここで Z で注目した。で3 4 5で後ろを向いて、でこっから爆弾でホバー。もうボム中がなくなってるからね、爆弾で4回ホバー。爆弾出して1 2 1 2 1 2 3、なんかいる、でかいでかい、1 2 1 2 1 2 3、と口で説明するの難しいな。1 2 1 2、ちょっと待ってね、1 2 1 2 3 4 5って感じで、4 5って感じで、
四五って感じで RA って押す。1、2、1、2、1、2、3、4、5ってやるといい感じで爆弾でホバーができる。1、2、1、2、1、2、3、4、5。ああ遅かった。ちょっとカッコつかねえな。爆弾のホバーも A が先に出るとこの場で置いちゃうから、ゴム中で5回で後ろを向いて、で爆弾1、2、1、2、1、2、3、4、5、1、2、1、2、1、2、3、4、5。ある程度上に来ると爆弾がカメラの帯で見えなくなっちゃうから、こうなったらフックショットを構えると、でカメラがリンクの後ろにちゃんと戻ってきて爆弾が見やすくなる。1、2、1、2、3、4、5、1、2、1、2、1、2、3、4、5。で4回するともう爆弾が見えないくらいの高さになってるから、こうなったらバック中すればゾウの変なとこに乗れる。でここに登ったら、ここから ESS を左に1フレームだけ入れる。ちょっと食って向くから待ってね。それについてもちゃんと説明するけど、とりあえず何をやるかだけ。5回ホバー、1、2、1、2、3、4、5、1、1、2、1、2、3、4、5、1、1、2、1、2、3、4、5。こうやってグエーがたまに来るから、こいつマジで邪魔だから、グエー敵が来る BGM が聞こえたら R ボタンを押してグエーをガード。こうやってたまにフックショット構えて上向いて上いるかどうか確認して、近くに来たら R ボタンでガードでもいいね。大体の場合突っ込んでくるから、基本こうやってホバーするたびにキョロキョロしてもいいね。来ない、ある程度遠くにいるなって言ったらもうホバーしちゃってもいいし。2、1、2、3、4、5。来ないなあいつ。来ないなあいつ。倒しておきたいんだけど。たら立て構えて、でガードしたらすぐ Z を離すと倒せる。でここでホバーブーツ脱いでバック中して左に ESS1 フレームだけ倒す。 ESS1 フレームだけ倒したら、まあ、ここはちゃんと後で説明するから、とりあえず流れだけ倒したらここでバック中すると斜面に乗れるから、この斜面に乗ったらつなぎ目を登っていくように、ちょっと真ん中につなぎ目を合わせて、ここから上に歩いて登っていく。グエに注意。で、ある程度登ったら、一番上まで登る必要はない。ある程度で。で、登ったら、あそこの宝箱にフックかかるから、フックショットかける。これでホバーパートは終了だね。ここからスーパースライドで向こうに渡るんだけど、これはいいか、まだ。とりあえず、そうだな。ESS1 フレームって何って思ったでしょ。まずそっからだね。で、ESS ターンでさ、こう、
ESS ポジションに倒すとリンクがくるーって回るじゃないですか。これを1フレームだけ ESS ポジションに倒すと、こうやって一瞬だけ向きを変えるから、これで角度を調整してるんだけど、まあ、やっぱり難しいかなとは思うんだけど。普通にちょっとだけスティックを倒すのだと難しいから、自分のやり方はスティックの根元をこう根元に指突っ込んで、あ、スティックの根元に一瞬だけ指を突っ込むっていう感じでやってます。こんな感じで、この ESS やるときもスティックの根元に指突っ込んでやってるんですけど、普通に若干スティック倒すよりはこっちの方が絶対にやりやすいね。GC コン、クラシックコントローラーだったら。64コンはスティックになんか、スティックの反発が強いから、普通に倒しても結構やりやすいけど、GC コンクラシックコントローラーは、スティックがスムーズすぎて、わかりづらいところはあるね。1フレームっていうのは完全に1フレーム。ポーズしてやってもいいかな。ポーズして ESS ポジションに倒して、で左向いたらポーズ離す。これでいいね。ポーズして ESS ポジションにスティック倒して、ポーズバッファーでフレームを送って、左をちょっとだけ向いたらスティック離してポーズやめる。これで1フレームだけ ESS ポジションで左に向けた。OK。 これをさっきのあそこでやる。ここでもし仮に左に向きすぎちゃったってなったら、右に ESS ポジションで倒せば修正が効くんだけど、分かりづらいところもあるな。ね、ESS ポジション使わないやり方もあるから、それについても解説します。あ、何してるんですか。ダメ。爆弾でホバー、1、2、1、2、3、4、5、で、高さが足りてるから、上へ来てくんないかな。グエー倒して、あ、倒せなかった。もう一回来てくんないかな。グエー来てくんないかな。で、ここからバック中、Z を離した状態ね。説明し忘れたけど。で、ESS 使わない方法。ここでスティック上に倒して若干左に向ける。これはもう感覚ゲーになるんだけど。若
干左に向けてアタックして、アタックの最中に Z、 これ多分無理だな。正直こっちはなかなか安定しないからあんまり好みじゃないんだけど、 ESS 嫌だなって人はこれ使ってください。どのぐらいの角度かはもう何度かやって覚えるしかないね。でげえ、びっくりした、でっか。バック中してスティック離して、スティック上から若干左に倒して、でアタックして、アタックの最中に Z 注目で、バック中で、うまく角度が合ってると乗っかれる。で、こっからこのつなぎ目を登っていって、で、あんまり上に登るとこうやってなんか邪魔されて宝箱にフック打てないから、こうなったら B ボタンを押してちょっと下がる。はい、 OK。大丈夫かな、なんかまたいろいろ詰め込んだけど、ESS1 フレームやって向きを変えてバック中して登れたら、大丈夫本当に大丈夫かな、置いてけぼりにしてる気しかしないんだけど。おさらい、まずグエを殺す。中から行く方法は全部終わった後に解説します。ここミスっちゃってもリカバリの方法はあるから、おさらい、まずここの階段のすぐ横の壁から、壁に爆弾を置いて、横飛び、アタック、爆弾に合わせて爆弾に合わせてバック中で、ここからホバーブーツ履いて、ボム中で5回ホバーで、ボム中、そのうち1回ボム中で注目する、 RA で RA スティック下で、ボム中ドロップしてバック中で、ボム中の緑の点滅が違うな、ボム中の緑が出たフレームで Z 注目、2、3、4、5回で、スティックを斜めに倒して、リンクが正面に向き直ろうとしてる最中に後ろを向く、あ、倒してもらえた。斜め歩きして、スティックを離して、リンクが正面に向こうとしてる間にスティックを下に倒して手前を向く、で、手前向いたら Z 注目、これで向きを、後ろ向きにして、で、こっから、爆弾でホバー4回。早く来てー。爆弾でホバー4回。1、2、1、2、3、4、5。あー、ちょっと早かった。来ねえな。1、2、1、2、1、2、3、4、5。4、5で RA って感じ。あっと。4、5で RA。4、5みたいな。4、5。来ねえな、ほんとにあいつ。1、2、1、2、1、2、3、4、5。来ねえな。1、2、1、2、1、2、3、4、5。で、これで。高さが足りてるから大体この
爆弾掲げても爆弾が見えなくなっちゃうぐらいの高さがちょうどいい高さ。で、ここから Z 注目、Z 押してない状態で下にスティック倒して A ボタン。で、ここから ESS 左で、左に1フレームだけ倒して、左に向く。で、ポーズバッファで送る場合は、ポーズを押して、スティックを左にちょっとだけ倒す。ESS ポジション左。で、ポーズで送って、で、左向いた。したらスティック離して、ポーズ解除。したら Z 注目、後ろにバック中、後ろにバック、できなかった。ちゃんとやってもできない時があるのが、この技によくわからないとこなんだけど。まあ、できないことはそうそうないから。すぐ戻ります。来ないんかーい。来ないんかーい。Z 離した状態でバック中。で、左に ESS1 フレームだけ。ポーズ開いて ESS ポジションにスティック倒して。左向いたスティックを離す。で、Z 注目してバック中。で、登れた。あいつ何なんだ来ねえな。優しいグエーか。来るわ、これは。来ないんかーい。じゃあ、このつなぎ目に合わせて登っていく。あまりてっぺんまで登る必要はない。この辺りでいい。で、こっからフックショットで宝箱にフックかける。あんまり右にかけると落っこちるから、できるだけ左の方で、ここまで来ました。ここまで来たら、一回部屋に入る。で、出る。なんでここに入ったかっていうと、ここ中間地点にしました。例えば、この上で爆弾が足りなくなっちゃったら、向こうに行く方法がなくなっちゃうけど、実はこの岩から爆弾が出てくるんだよね。だから爆弾を補給して、爆弾補給して、もう爆弾出てこないけど、爆弾、ほら、出てきた。爆弾補給して、で、リーバで自殺する。自殺すると、こっからやり直しになる。だから、慣れないうちはここで中間ポイント作っておくのが安定。で、こっから、スーパースライド。まずここの壁に注目して、右側から爆弾ドロップ。で、左に横飛び。で、バック中アタック。爆風に合わせて、アタック。あと失敗しちゃった。で、スーパースライドが出たら、ホバーブーツに履き替えて、で、ホバーが切れるあたりでジャンプ切りを入力。違うな。ホバー切れてすぐにジャンプ切りを入力。あと、スティックは手前に倒した方がいいね。あーっと、早かった。で、もう一回。ホバー出た。違う、スライド出た。ホバーブーツに控えて。こんな感じで。ホバーブーツの効果時間は、覚えた方がいいね。音が鳴ってるから、切れるタイミングは音で判断しやすいかな。だから、音よく聞いて。早い。
スライド出た。ホバーブーツ履いて、ホバーが切れてすぐ B ボタン入力。音あんま聞こえないな。またこのホバーの切れるタイミングは音がなくてもわかるぐらいちゃんと覚えなきゃダメだね。ここでホバースライドしたらライドがあまり上手くない。でジャンプ切りで届くから、あそこの入り口の方に近づいてから、近づくとこうやってミラーシールドの宝箱が落ちてくるから、ここでミラーシールド入手、入手しました。で、あと5分でリカバリの方法は解説できないからまた来週かなやっぱり終わんないじゃないか。大丈夫かな大丈夫かな、なんか分かんないところありましたか。分からないところが分からないですか。今日はノーダイヤルの全然関係ねえなの、駅伝の締め切りは7月23日までですね。まあ分かってくれたならいいんですけど反応がないからもう何が何だか分からない状態になってるのかもしれないって思って不安になりますね。何も分からないままガンガン先に進んでる気がしてならない。ここでそうだね、半分の2、いや半分ぐらいか、大体半分ぐらい。どうしよう。じゃあもし駅伝の申請情報状況は、駅伝のコミュニティの掲示板を見てきてください。俺は分かんないです。でもし爆弾とボム銃使い切って失敗しちゃった場合は、魂の神殿の中に入ってアモスから爆弾を出して、で爆弾出なかったらセーブリセットしてもう一回出して、こっからスーパースライドして、で壁を抜けて、あー早かった。で9時半頃からビンゴレースがありますこのコミュニティで、なんで見てね、よかったら。でこうやってすり抜けられます。まあこれはまた来週、今からは絶対説明足んないから。こうやって、スピリット、なんだっけ、ミラーシールドのホバーミスっても、一応リカバリは効くんで、あんなんできねえよって思っても諦めないでください。じゃあ、これは来週やりまーす。俺は SNB 出ない。ビンゴレースは出ません。じゃあ、皆さんビンゴ楽しんでください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
Thank you.